行け、プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。ありました。分かったって何が？あの音、船の汽笛に似てるけど違う音。なんだか気味が悪いわ、あの音。あれは無敵です。無敵ですって？何それ？知らねえ。霧の深い時に鳴らすのです。誰が？誰がって灯台です。灯台だってさ。あ、灯台ならさ俺も知ってる。それじゃあ無敵が聞こえるっていうことは灯台が近い、つまり陸が近いということ。そうだろ火星人？はい。あれはどこの灯台の無敵なの？ここから近い陸っていうのはどこなの？ね、ガランカーダなの？もしそうならさ、俺たちもうすぐガランカーダに着くことになる。でんで、このことランカーは知らないんだよね。僕たちが幽霊船に乗ってることも、もうすぐガランカーダに着くってことも。ザンガザンザンザン、アルトゴ中央テレビ、略してアルチューテレビは花のアナウンサー。テレビどうします？消しますか？世界幽霊船センターからの中継パート2。つけとけ。ありがとう。ではゴーストシップさんどうぞ。この世界幽霊船センターには、はい、全世界から幽霊船に関する情報がすべて集まってくるのです。あの、それで今のところここへ集まっている情報は？本日の幽霊船、はい、インド洋セーシェル沖に一隻、はいはい、太平洋イースター沖に一隻、お、謎のバーミューダトライアングルに一隻。へえ、三隻もいるの？本当にいるかどうかただいま確認を急いでおります。ねえラーカー様、プリンプリンが乗ってるっていう幽霊船は今の三隻の中の一隻でしょうかしら？プリンプリンはウンゴロ島の沖で幽霊船に乗り移ったのだ。今の三隻とは全然方角が違っとる。新しく幽霊船を発見した方はどうぞこちらへお電話ください。はい、これで世界、私も映っちゃったよこれ。はい、これで世界幽霊船センターからの中継を終わります。テレビどうします？消しますか？では続いて名曲アルバム、今日はプリンプリンの歌う、あら、ガランカーダの歌。なに？ガランカーダ、ちょっとおかしな響き、ガランカーダ、ちょっと気になる名前、ガランガラン、ガラ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 ランランラン、
気になる名前。ガランカーダって言えばランカー様の。そうだ、わしの故郷だ、ふるさとだ。あ、でもどうしてプリンプリンが。無敵の音がだんだん近づいてくるみたい。そうです、少しずつですが確実に近づいています。うん、それだけ陸地に近づいてるってことだな。ねえ、あの人たちにもこのこと知らせてあげた方がいいんじゃない？あの人たちって？マイホームさんやバットさんやアブラカタブラオープンセサミ大魔術団の団長さん、それにシドロモドロと軍曹。大人たちはみんな宝探しに夢中。ほっといた方がいいよ。本船の航海日誌は？航海日誌？今からちょうど200年前のところで突然プツンと切れておりますのじゃわ。200年前？そうや。あ、気が遠くなるような昔のことだね。あったあらら、マイホーム、こんなところで何をグタ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 しているの。いやいや、本じゃからしてね、本船の航海日誌について。そんなことより宝物を探しましょう。この船にはね、きっと宝物があるのよ。それを見つければ私たち億万長者になれるのよ。さあ早く。そんなこと言うたかってワットさん。問答無用、はい、さあさあさあ、はい、はいはいはい。200年前ということは、それから200年間この船はふわりふわり海に浮かんでいたのかね。シドロモドロ。シドロ。なんだよモドロ。軍曹が呼んでるの。どうしよう。返事しようか。さあしや。行くぞ。せーの。へい。もしこの幽霊船の中に宝物があるとすれば、それはこの部屋にあるような気がするんでございますですよ。シドロ。へい。ちょっとこの扉を開けてみたらどんなもんでございますですかね。開けるの。そう。開けるの。そうすると中は鏡になっていて、シドロの姿はバッチリ。シドロびっくり。やはさあどうぞ。ではまあそれと。おりゃー、モドロ。なんでシドロ、お前いつの間にこん中に入ったの。さあ、わあ、昨日と違うんでございますですよ団長さん。うん、本当だね。いやー、助けて、ワニだ。これは昨日と同じ。いやー、やったらやー。よしだろ。なんだよ、まだな。グソ、何やってんだろうね。バッカみたいな。ね。いやなんだいこれ。ピンピン、大丈夫？怪我はない？どっかぶつけなかった？大丈夫よ。さあ、俺の手に捕まれよ。さあ、力を貸すよ。うん、平気。一人で立てるわ。キッ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 。ありがとう、モンキー。ねえねえねえ、今何があったの？ドカーンと大きな音がして船が揺れたよ。私の考えでは、船底が岩にぶつかったのだと思います。でも、大丈夫なの？この船。どうぞどうぞ、無事に陸地に着きますように。聴取者からのご要望にすぐお答えするアルチューテレビ、お呼びですかミスターランカ。聞きたいことがある、ここへ出てこい。そんなこと言ったって、私はテレビの中の人間ですから。何をもったいぶってるんだい、いつもは勝手に出てくるくせに。ではまあ仕方がない。じゃあどっこいしょっと。名曲アルバムを聞いたぞ。ありがとうございます。それでプリンプリンはなぜあんな歌を歌ったのだ。なぜっておっしゃいますと。ガランカーダはね、ランカー様のふるさとなんだよ。
故郷なんだよ。うそー。ほんとさ。ねえ、ランカー様。ああ、ガランカーダは取るに足らないちっぽけな国だ。貧しい国だ。みすぼらしい国だ。そんな国で生まれたということはわしにとって恥ずかしいことなのだ。だから今まで誰にも言わなかったのだ。ほんと。そのガランカーダの歌をプリンプリンが歌った。これは一体なぜなのだ。おい、こら、どこ行く。待て。聞いちゃった聞いちゃった。これは得だね。今をときめく世界一の大金持ち、ランカー商会のボス、ミスターランカーが実はガランカーダの生まれとは。キンカラカッカキンキンキン、コンカラカッカキンキンキン、アルチューテレビが送る突然ニュース。ああ、やめろ、こら。そんなことを世界中に言いふらすのはよせ。頼む、お願いだ、やめてくれ。金はいくらでも出す。ミスター怪人ランカーのふるさと、生まれ故郷について、アルチューテレビの調べによれば。ヘドロ、やれ。はい。ドアタタハハハハ。お金の誘惑にも暴力の脅しにも負けない、こちらアルチューテレビは花のアナウンサー。ああ、プリンプリ物語始まって間もなく3年、やっといいセリフもらえちゃったな。もう死んでもいい。死んでもらうよ。うん、やっぱり怖い、やっぱり怖い。沈むんでございますですか。ここは浅瀬だ。暗礁がいっぱいだ。暗礁って？岩だよ、岩。海の中のでっかい岩。まともに暗礁にぶつかったらこの船はどうなるの。めっちゃめちゃに壊れてしまうことです。いやよ、そんなの。なんとかして。キキー、モンキー。どうしたの、お猿さん。キキガランカーダって言えばランカー様の。そうだ、わしの故郷だ、ふるさとだ。あ、でもどうしてプリンプリンが。無敵の音がだんだん近づいてくるみたい。そうです、少しずつですが確実に近づいています。うん、それだけ陸地に近づいてるってことだな。ねえ、あの人たちにもこのこと知らせてあげた方がいいんじゃない。あの人たちって？マイホームさんやバットさんや、アブラカタブラオープンセサミ大魔術団の団長さん。
それにしどろもどろと軍曹。大人たちはみんな宝探しに夢中。ほっといた方がいいよ。本船の航海日誌は。航海日誌？ええ、今からちょうど200年前のところで突然プツンと切れておりますのじゃわ。200年前？そうや。あ、気が遠くなるような昔のことだね。あったあらら、マイホーム、こんなところで何をグタ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 しているの。いやいや、本じゃからしてね、本船の航海日誌について。そんなことより宝物を探しましょう。この船にはね、きっと宝物があるのよ。それを見つければ私たち億万長者になれるのよ。さあ早く。そんなこと言うたかって、ワットさん問答無用。はい、さあさあさあ、はい、はいはいはい。200年前ということは、それから200年間この船はプリンプリンが乗ってるっていう幽霊船は今の3隻の中の1隻でしょうかしら。プリンプリンはウンゴロ島の沖で幽霊船に乗り移ったのだ。今の3隻とは全然方角が違っとる。新しく幽霊船を発見した方はどうぞこちらへお電話ください。はい、これで正解。私も映っちゃったよ、ほら。はい、これで世界幽霊船センターからの中継を終わります。テレビどうします？消しますか？では続いて名曲アルバム、今日はプリンプリンの歌う、あら、ガランカーダの歌。なに？ガランカーダ、ちょっとおかしな響き。ガランカーダ、ちょっと気になる名前。ガランガランラン、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 ガラ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 ランランラン、ガラ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 ランランラン。ふんわり海に浮かんでいたのかね。ちょっと止まれ、しどろ戻ろ。しどろ。なんだよ戻ろ。軍曹が呼んでるの。どうしよう。返事しようか。さあしや。行くぞ、せーの、へい。もしこの幽霊船の中に宝物があるとすれば、それはこの部屋にあるような気がするんでございますですよ。しどろ、へい、ちょっとこの扉を開けてみたらどんなもんでございますですかね。開けるの？そう、開けるの。そうすると中は鏡になっていて、しどろの姿はバッチリ。しどろびっくり。やはさあどうぞ。ではまあ、それと。おりゃー、戻ろう。なんでしどろ。お前いつの間にこん中に入ったの。さあ、わあ、昨日と違うんでございますですよ、団長さん。うん、本当だね。ギャー、ギャー、助けて、ワニだ。これは昨日と同じ。いやー、やったらギャー。よしだろ。なんだよ、まだな。嘘、何やってんだろうね。バッカみたいな。ね。海が近い。つまり、陸が近いということ。そうだろ、火星人。はい。あれは、どこの灯台の無敵なの？ここから近い陸っていうのはどこなの？ね、ガランカーダなの？もしそうならさ、俺たちもうすぐガランカーダに着くことになる。でんで、このことランカーは知らないんだよね。僕たちが幽霊船に乗ってることも、もうすぐガランカーダに着くってことも。
中央テレビ略してアルチューテレビは花のアナウンサー。テレビどうします、消しますか。世界幽霊船センターからの中継パート2つけとけ。ありがとう。ではゴーストシップさんどうぞ。この世界幽霊船センターには、はい、全世界から幽霊船に関する情報がすべて集まってくるのです。それで今のところここへ集まっている情報は、本日の幽霊船、はい、インド洋セーシェル沖に一隻、はいはい、太平洋イースター沖に一隻、お、謎のバーミューダトライアングルに一隻。へえ、三隻もいるの。本当にいるかどうかただいま確認を急いでおります。ねえラーカー様、わかったって何が。あの音、船の汽笛に似てるけど違う音。なんだか気味が悪いわ、あの音。あれは無敵です。無敵ですって。何それ。知らない。霧の深い時に鳴らすのです。誰が。誰がって灯台です。灯台だってさ。あ、灯台ならさ俺も知ってる。それじゃあ無敵が聞こえるっていうことは灯台。